はい、おはようございます。はい、じゃあレッスン行きます。もうレッスンの前にとりあえず歌ってもらう。ワン、ツー、スリー、フォー、頭からなんでこれ他の人が言えないの？覚えてないからだろ。宮下、はい、ベビー、ウィキャンメイクイット。それをメイク、何ができるの？その最後になんてついてるの？ハッピー。ほら、ハッピーに見えないって。そんなもうハッピーって言いたくてしょうがないテンションになってからハッピー、ハッピーだよ。こっちはちゃんと伴奏やってんだから、カラオケボックスじゃねえだよ。めちゃくちゃじゃないか、ドア玉。ちゃんとまともにやろうよ。止めてください。今日この前何してました？なんかもう学校見たでやだ。必ず先生にどう思いますか、はい、あなたって当てられないと答えないの今の学校って。って言ってもまだ何も言わないじゃない。剣道先生のダンスレッスン受けてました。で、それからどのぐらい時間ありました？うん、大体だってそこの篠原ばっかでも喋ってんの、こう自分からわーって。何、なんか恥ずかしいの？教えるレベルじゃないやっぱり。はい、さようなら。そんなそんな。菅先生いらっしゃった。グループで話し合ったりして、やっぱりちょっとこの歌詞に対してあまり話し合いとか。じゃあ何を僕はその話を聞いてんじゃなくて、はい、人が物を喋った時に、はい、答える人が誰もいないのはどうしてですかっていうことであって、はい、内容のことではないので、はい、篠原君のその笑顔を見ながら言ってやろうかなと思うけど、はい、それは変わらない以上何やってもしょうがないでしょう。高校生だからなんか学校の雰囲気みたいなのがあって、やっぱ先生がいる前では静かにしなきゃいけないとか、プロを目指すその意識っていうところがちょっとまだ足りてなかったのが怒らせてしまった理由なのかなって思いました。